ははい今回は西村のレッスンですどうですすどうか前回のレッスンを踏まえて。2>, 2回目に意識が行き過ぎちゃって1回目の部分がおろそかになっちゃってるってことがあって一旦1回目に振り返りつつっていうのはちょっと若干迷走して。うん 意外とねテーマ設定ってどうしてもこう積み上がっていきやすいものなのでアドレスとかは準備なのでねいくつかの要素っていうのを気をつけられますけど動きに入るとなかなかたくさんのことって難しいですよね今回はね動画としてある程度残っていくのでもしね忘れてしまったりとか前より意識が弱くなってるなっていう部分があればたまに振り返ってというのも大事かもしれないですね、はい、じゃあちょっと現状ですね把握したいのでまず打ってもらおうかな。 インパクトの動き、インサイドアウト、クラブフェースは十分捕まる角度があるので、球が右にいってますけれども、それほど思いっきり右にすっぽ抜けるという感じはしないですけどね、やっぱりまだ軌道面に関しても、クラブの動きに関しても、このままではだめだということが言えます。で、ちょっと全体の動きを見たいので、今度、カタリスト。はい、アドレスに関しては、引き続き意識しているというのがはっきり分かります。 前回振り返りで見てみようかなこれが最初ものすごく前傾が深くて反り腰ハンドダウンがきつくてという特殊な構えをしてますよね結果体の回転が非常に弱くて腕が緩むという状態でこれが前今度は起き上がる工夫をしちょっと立ちすぎですバックスイング上げ方はそれほど悪くないんですけれども降りてくる時にクラブの重心を前方方向に振り出してしまって最後伸び上がってくるといううまくローテーションができていないという状態 でこれを改善すするたために連続素振りとといいう話だっ思まそれで今回今この構えから感じることは少し状態が大きすぎているなとで状態硬いですよね構えてる時に肩甲骨って前に出たり後ろにいけたりする非常に自由度の高い部位なんですけれどもそれを今のこの構えってこうやって構えてます、うん、引いてこれ今分かります前習いをこうやって後ろにやると腕が短くなった状態になりますよねでそうすると今の西村の構えになります 首に力みが出て腕が短くてでまさにそういうい構えですよね、はい、ここは非常にナチュラルな状態である必要性があるのでナチュラルって何だっていうところもあるわけですけど楽に腕を広げてもらってこの広げた状態でうっともできるけどもう本当にナチュラルでいいですこのまま前に出してでこのも前傾して、はい、このぐらいの感じ。 だから無理に前に出しすぎることもなく後ろに引きすぎることもないナチュラルな状態がこの腕の構えた時の状態であるべきこれから動きやすい状態が必要じゃないですか例えばテニスのサーブでもこうやってやってる時に腕もすごいリラックスした状態わざわざ伸ばしたり引いたりっていうよりは非常にナチュラルな状態ですよねで今このアドレスした時に感じる違和感は肩がすごく後ろに入ってるなという違和感です これからうまく振るという雰囲気がしないというところは構えとしてのチェックポイント構えとしてのチェックポイントは動いてないんでいくらでもナチュラルな構えをする努力できますよねなのでここがまずアドレスで気になる点ちょっと一回構えてみてもらっていいかなでこれ肩のついてる位置によっても全然違います欧米の選手だと結構肩が開いてるんでこの辺がだいぶ後ろに引かれてるんですけれども日本人選手結構前になってるプレイヤーが多いですねあでもいいですね これ普段のやなった、ねまあの原因があって、はい、初回にそのハンドダウンしすぎっていうのが、あそれを上げようと思って、はい、ちょっと肩に力がいっちゃってたのかなっていう、<ー>そ意識のせいでもあるかなと思います。なるほど、なるほど、もうちょっと、はい、え自然な感じ、いいんじゃないかなという気がします、はい、そして動き、今度はですね、シャフトをローテーションね、シャフトの色が変わるようにっていうところが意識があるので、逆にバックスイングの時に早めに開いてしまう癖が出てしまってるんですね。 でこれ前回はバックスイングに関してはまっすぐ上げていてどちらが普通かと言われれば前回の上げ方の方がよりストレートでいいわけです。で降りてくるときにクラブの重心をですね前方向にプッシュしてスティープになります、でこのあと当たらないので体が伸び上がりながら動きを補正するという動作があったのでローテーションのトレーニングをしてたんですけどこれをやるとですねこういうことがよく起こりやすいということで逆に今日ちょっと皆さんに見てもらっています。 これバックスイング上げた直後から開く気満々なのでこうやってクラブがインサイドにクラブフェースが以前よりは開きながら上がってしまっていますで降りてくる時の立つ量っていうのは前回よりは減ったにせよ実際には今この状態もし仮に正面から見ていてシャフトのカラーがこっちが白こっちが赤だとするとまあ今この辺までは赤白が両方均等に見えていてこのハーフウバック過ぎた辺たりからポンと白にカラーチェンジ で降りてくるときに、白で降りてくるという時間を多少長く、今、それが早めにスティープになるというのは、赤がちょっと早めに見えるという状態ということですね。降りてくる時の話なのが、バックスイングを上げた直後からローテーション感というのがきつく出てしまっているというのが、今現状のスイングということです。先ほどです、ね、プレッシャーで見たときにも、シャットインサイドアウトの軌道になってましたけれども、ここでシャット感をたっぷり作ってますよね。 そしてインアウトにクラブを振り出して今のこうスイングというのをやっているわけですけれどもデータ的にもしゃくり打ちであるのも間違いないですねアイアンもダウンブローで入らないですしこのクラブをもう少しうまく扱うという技術を練習する必要性があるのでここが西村にとっての一番重要なところそれこそ連続素振り連続打ちというのを徹底的にやるというでクラブワークがうまくなっていかないと なかなか簡単に胴達するということはいかないんじゃないかなというふうに思いますでそのための練習方法ってどうだって言われれば長い棒を振るでもいいですね昔はほうき振ったりとか、うん、クラブに重さあるでしょ 昔長棒系振れみたいに言ったのも棒が長いと振る時に大きな感性が発生するんでクラブの動きがよりナチュラルになるっていうのかな道具の動きがよりワンピースが強制的に要求されるっていう感じだからこの時にやるべき練習ツールは長いバットみたいなものだったり重たい長さのある棒だったりそういったものを連続素振りをしていくとクラブの通り道が非常にナチュラルになりますそこにプラスでできればですよ 環境がが揺れれせば地面に軽くタッチさせらるるようなでできるといいですね空中を振るんじゃなくて空中を振るとどこが最下点になってるかっていうのがすごく不明確で地面に触ることによって明確にその辺にボールを置けば当たるというポイントが分かるわけですなのでこの素振りのやり方とかに対しての質がまだまだ低いんだなって思います正直じゃあちょっとやってみようかな極端だけどこの本目にあるアイスホッケーのスティック ちょっと放棄はないんですけど長さによってスイング中に大きな感性を生じさせてスイングプレーンっていうのを強制的に良くするとでもちろんこの道具がうまく動くために体は連動してうまく動かざるを得ないのでただ単に連続的に振ってるだけでも良くなりますで、まあ、現実的なのはこのぐらいですよね少し長くて先端に重量があるバットみたいなの振りつつでこれでちょっと振ってみようかなはいまず連続素振りでやりつつできたらボールがある付近を先端でサッとって 擦れるといいかな。最初は空中でいいですよ、はい、連続で、はい、121212これやるときにねちょっと今ローテーション意識しすぎですねこうやって構えてると腕とクラブの角度があるので重心がずれてるということになりますこれが腕とクラブが一直線なのでまっすぐ動かしてもこのようにしなるときにはこういう横方向への挙動しかしないです これが腕とクラブの角度があることによって動いてくるとバットが倒れる方向にいかざるを得ないこれがローテーションしているという状態でもちろんここにプラスバットの軸を回転させるような動きというのも実際のゴルフのスイングの中ではあるんですけど今の素振りの中においてはあまりこれを考える必要性がないですねある程度の角度がある状態で素振りをしていけば自動的にクラブが倒れてくるのであまり無理くり今のようにやらなくていいですね。はい なのでこの素振りをやっている時にはこう上がって降りてきていくともう自動的にカラーが変わるのでどうぞ、はい、まっ、あ、すぐ上げて1、2、1、2、1、2、1ちょっとインに上げすぎ、1、2後ろを鏡見て、はい、鏡見ながら自分で今のバックスイングの動きがいかにインサイドに上げているかということを確認しなきゃいけないです。うん一応 ルートとしてはパッと上げた時にグリップエンドとバットの先端部が重なるところを一つ絶対的な通過点として捉えてください、はい、わざわざこれをインに上げたりアウトに上げたりする必要性はないですバックスイングを上げてきた時にはグリップエンドとバットの先端部が重なるところをバックスイングの経由値っていうことですねなので素振りする時にまず重なるトップに行く降りてくる振る でフォロー出すフィニッシュっていうのが当たり前の運動になるように無限に練習してくださいはいです、ね、はいじゃあ素振りはい1重なってない1ここですだから素振りスタートするときに今ハンドダウンを直した部分はあるんですけどわざと角度を強くつけるとやりやすいですヘッドをこう上げるときに最初のコッキングですよね縦方向のコックを少し作っといてここから上げていきますその方がやりやすいですじゃあいきます 重なってない、一斉の背、すごい感じ、の一斉の、はい、一二もう一回何回も、もう肩から肩でいいですよ、素振り、はい 1>, はい、1, 1、2、1、2、1、2、フルスイング。はい はい OK、今のでもねまだ不正確なんだ今こうやっていい構えをして通常の時にはヘッドつけてるんだけれども今のバックスイングインサイドに上がる癖の修正のやり方としてヘッドを今こうやって上げておくと楽ですということですでスタートするときにこの角度を大事にしてくださいこれをまず最初に腰から腰で連続して滑りします121でそうするとこれ今って体の前にバット重心がありますよねでそうするとこの体の中心ラインから後ろにいるときに 今、バットの重心が前にあるところからここで後ろに来るわけですね。この前から後ろに来るその瞬間に手が重なってるということなんです。だから今、重心が前、後ろ、前、後ろ、前この前、後ろっていうのは自分の体のその画面で見たときのここに壁があったとしてこっちが前こっちが後ろというふうに言ってます。もう一回いいいくくよ、はい、今ここ前ねだからいきななり後ろに入らないでださ でずっと前にもいないいなでくださわかりますこれがずっと重心が前にある状態これがいきなり後ろにクラブ重心がいってしまっている状態要はこれが入れ替わるのは前ここで重なって後ろっていうことですなので自分で素振りするときにあバットの重心が今前後ろ後ろから前で今の後ろの問題って前から後ろにいってこの重心がいきなり 前っていう風に来ちゃうと当たんないんで最後に手元を上げて手よりは後ろの方に配置するっていう風な動きになってるってこと道具の重心がどこに感じるかってすごい大事な話で素振りの感じ方とか質がすごい低いの今のことをすごい大事にしてもっとさらに素振り仕上げてきて、うん、はい分かったわかりましたはいということで今回西村のレッスンでした、はい、お疲れいました今回もご視聴ありがとうございます チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いしますインスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信していますぜひフォローよろしくお願いしますコロナに負けるな